私たちの曲を聴いてくれる人にボイスメッセージか。本当にやるかどうか、ケイはまだ決めてないみたいだけど。わかってるよ、アミア。とりあえずやってみる。だもんね。25時、ナイトコードで。ユキこと、朝比奈真冬です。サークル内では、主に作詞とミックスを担当することが多いです。もともと自分でも曲を作って、SNS に投稿していたので、作曲をやらせてもらう時もあります。実は、その、昔作っていた曲を、ケイが聴いてくれていたみたいで、サークルを立ち上げるから入らないかって、誘ってもらったんです。お互い顔も本当の名前も知らないし、ナイトコードでしかやりとりしないって聞いて、どうしようかなって思ったんですが、せっかく誘ってもらえたし、やってみようと思って参加しました。ナイトコードのボイスチャット機能のおかげで、いつでも会話ができるし、お互い高校生だとか、近くに住んでるらしいとか、いろいろわかることもあって、ちょっと安心しました。それに、ちょっとしたきっかけがあって、サークルでオフ会をやるようにもなったんですよ。ファミレスで一緒にご飯を食べるだけなんですけど、これが結構楽しいんです。これからも4人で仲良く、いい曲を作っていきたいと思いますので、応援、よろしくお願いします。どう？内容、こんな感じで合ってる？ああ、本名？練習だし、別にいいかなって思って。スピーチ慣れしてる？だって、優等生だもん。でも、ごめんね。アミアが作ってくれたリストをあんまり使わなくて。最初は使おうかなって思ったけど、途中で好きな食べ物とか、趣味とかの項目があるでしょ？好きとか嫌いとか、よくわからないから話しづらくて。そんなに真面目に考えなくていいの？それじゃあ、お母さんの手料理って言っておこうかな。あとリストにあったのは、あ、目標とかやりたいことだっけ？部屋にあるアクアリウムに何か生き物を入れるかな。うん、今水草しか入れてないの。なんで？さあ、なんでかな。え？そもそもサークルと関係ない？そうだね。本当にボイスメッセージを取ることになったら、もう少し真面目に考えておくね。